名前は田中達弘です。このような粘土工場、製土工場を担当しています。言いましたように、瀬戸とか多治見とかいろんなところから原料を集めて精製してますよということなんですけど、常滑で産出した原料に特化して、それだけで配合して、盆栽鉢の作りやすい土にしようということで研究して作られた土です。まず製造するにあたっては工程が4つから5つぐらいに分かれてまして、まず調合の工程、それと、粉砕ミル刷りの工程、それと脱水フィルタープレスを使った脱水の工程、あと、水分調整をするドレンの工程。こういう例えば、粘性粘りはこれくらいの方がいいとか、焼いた感じはこんな感じがいいというのを助言をいただきながら配合していきましたので、盆栽鉢の成形方法はろくろ作りと片押し成形と手びねり成形とたたら作りというのがあるんですけど、名前は片岡勝志です。工房名は青山陶園です。でうちの工房では主に片押し成形が主に盆栽鉢を作っています。各窯屋さんが自分の作りたい鉢にブレンドして盆栽鉢の土を作っています。でその土はまず最初ドレン機っていう混練機にかけまして、でそれを手で常滑では巻き練りっていうんですけど、巻き練りをしてたたらっていう薄い板 の, 土の板を作ります。でそれを薄いたたらの板を外型の石膏型に貼り付けて、コテと石膏型で盆栽鉢を作ります。仕上げ水仕上げっていうんですけど、水仕上げ次の日にやってもんですから、それを修正するためにうちでは次の日に修正します。傷のとこは埋めて、
光釜で渡辺一光と申します。で、まあ、釉薬とか泥物の商品盆栽の鉢から中品盆栽の鉢主に作ってます。で、まあ、20歳から始めてこれで42年になります。まずはね、型押しですね。型を使った盆栽鉢を作ること、それからたたらで型を使わないで作ること、本当のその基礎的なこと。注文していただいた鉢の寸法を測って、でそれに応じてその、まあ、縮みがありますから焼き物、その縮み計算した型紙を作ります。でその型紙に沿って粘土板を切るんですよ、ね、粘土の板のお皿を底の部分ですね、そこに横の部分を立ててノータでくっつけて、こうてたすぐはまだ柔らかいですよね。ですから、まあ、1日とか置いて硬くなってから上に円って言うんですけど、鉢の場合円をつけて、でその後またもう1日経って硬くしてからひっくり返して、で足をつけるんです。渡辺角行です。で自分の統合は角山です。でもうこの焼き物の業界に入って、自分 の父親この角山陶園の3代目の父親からある程度は教えてもらい、あとはまあ自分の作るときにどうしてもその品物は乾いていくときにどうしても形が少しずつその変形もするんです。で焼き上がるときの変形するものもイメージしながら、ちょっと R をちょっと丸い R でもちょっとこう頭の中で計算しながらものを作ります。でもなかなか自分で頭の中で考えた通りにはなることは難しいです。
柴田勝一と言います。まあ、焼き物に興味があって、まあ、こんな仕事を始めました。まあ、鉢作りは35年ぐらいやっておるんですが、まあ、なんとかぼちぼちとやっております。今では商品としての価値がないので表面をきれいにしようというのが仕上げということなんですが、それは乾燥して あまり硬くなってからですとその効果がないので、少し柔らかいうちに表面をいろんな皮継ぎとかヘラで仕上げると。ちぎという品物の出てる面をこれで取ります。これで撫でるというこういう出てるところですね。撫でるということですね。そして、盆栽というのは葉が平らでないと見た目が良くないということで、その平らなその盆栽の鉢の表面のところはこのカンナで削ります。主要原料は長石と石灰、それから珪石、あと粘土分を主原料にして、あと溶剤としてバリウムとか亜鉛化とか、まあ、あとは発色原料で鉄、コバルト、銅、若干マンガン。片岡秀美です。当後は修法、やり始めて今年で29年目です。今の土の工程では、仮焼きをして素焼きをしたものを、施釉して、それから焼成します。本焼成は1回ですので、その間に精油するのは、それ以上のものも今は多いです。この釉薬は何色にしたいかによって入れるものを選択して使います。まあ、ペイントすることもあるし、ハケで叩きながらつけていくだけのやつもありますし、焼きはだいたい800度ぐらいです。水を吸う状態での性質を残した状態で温度を止めてますので、本焼成は1160度、うちは
体常滑では多分標準的な温度だと思うんですけど、はいはい、温度はこう順番にゆっくりとこう上げていって、うん、だいたい1200度になるまでに32時間ぐらいをかけて1200度ぐらいまで上げています。